こんにちは。今日はこれ前に作ったヘアバンドなんですけど、これまた上にリンクを貼っておくんですけど、この鈴木をねやっぱりちょっと使ってたんですよね。使っててやっぱり太い方がいいかなと思ったので、ちょっとね理想ではこっちとこっち一段ずつ足していこうかなと思ってるんですよね。まあそれはね、これやってみて、まあ太いなって思ったらこっちやめるかもしれないんですけど、でね、糸もね、その二段できるかどうかみたいなところもあって、だからね、ちょっと様子を見ながらちょっと増やしていこうかなと思います。なんせね、今より増やしたいんですよね。だからそうですね、まあ結構大きくなるかな、二段やったらと思うんですけど。でね、こうまた想像しますよね。そしたらこことここはいるなって思うんで、でここもいりますよね。だからまあここここで最初は2つでいいと思うんですよね。でまあこの黄色が来てて、だいぶ黄色でいくと思うんですよね、これ。だからどっちに入れるかっていうところもこう考えて、で後でブルーいくなとかね、そういうのも予想して、私はこっちかなと思うんですよね。うん。なので、ここからちょっとね、入れていこうと思います。まあ、ここも大体ね、もう適当にやってるんで、ここって言えないんですけど、まあ、入るところ。でね、これで裏にこうつけて、こうね、持って、引っ張って、まあ、ぐっと止めときますよね。で、こうして、5回引っ張ってたんで、あ、で、7号でやってますね。で、これを1度してカウントして、2、3、4、5。5で、引っ掛けて、ここかなと思うんですよね。まあ、それもちょっとやってみないとですね。1、あらら、1、2、あ、これ引っ掛けてますね、この今つけた糸。3、4、5でこう絞って、でいつも通り絞っていきます。でグッとして、まあこの段階で、まあそうですね、まあどうか、やっぱここいらない、どうかな、ここはいるし、まあ、ここあってもいいと思うんですよね。どうかな。ここあっていいですね。で、ここから1、2、3しようかなと思いますね。2、3、4、5。で、引っ掛けて、またこれも巻き込んで。あ、1段で足りなくなるかな。2、3、4、5、引っ掛けて、ここ次のところ、1、2、3、4、5で、またこういうふうにね、引っ張ってグッとして、こうですね。あ、これでいきましょうかね。最初2個やって3個、あとはずっと3個でいきましょうかね。これでずっとね、今やったみたいな3個でずっと最後までやっていこうと思います。はい。こんな感じで最後のところまで来ました。まあ、最後のところもこうやってみたら、こことここと、ここはいるんだなって思うから3個とりあえずやりますよね。1、2、3、4、5で引っ掛けて、また1、2、3、4、5
で、まあ、終わり方もねちょっと微妙なんですけどね、私も3、4、5で絞ってこうね絞りますよね。でここでまた考えますよね。別にね、こうやって見て、まあ最後はね斜めに終わってもいいと思うんですよね。こうなんていうんですか、角っこだから1個入れてここも入れから 1、2、2かな。まあ最初も2で始まってるし、ちょっと2やってみますね。1、2、3、4、5引っ掛けて1、2、3、4、5ってみて、まあちょっと絞ってみますね。絞ってみてまあこうかなって感じですね。最後違うかな。でもこのままこうっておかしいですもんね。ここ潰れるから、だから最後は一つで結ぼうかなと思いますね。一つだけ玉編みして1、2、3、4、5でこうやってここに刺したまま私はねつなげるんですよね。こうしてでここを引き抜いてグッとしてね、まあいい感じですね。これにしようかな。これで終わりにしようかなと思いますね。こっちはでもう一段ねできるかなって見た時にも明らかにできないんですよね。なんかもう一つもうやるみたいなこと言ってましたけど、まあ、全然ねこれ糸もすごい使うからね、やっぱりこの一つ作るのに、だからなくなっちゃったからまあここまでですね。なのでパチンとこうカットして、まあ最後なんかねかがってもいいと思うんですよね。まあかがるって言っても細編み、かがるっていうかね細編みするとか、これ全部使い切るためにとかそういうのでどうかな。このままの方がでも可愛いかなって私は思うんですよね。このふわっとしてる感じがやっぱりこうかがるとまあなくなるのでって私は思うので、だからこのままにしておこうかなと思いますね。まあ今回はめっちゃ動画短くなったんですけどなんかねこれ使っててめっちゃずっと気になってたから、増やしたい増やしたいと思いながらね使ってたから、やっと増えてまあ気持ち的にはすごいスッキリしましたよね。だからねこういうねヘアバンドもねずっとモノトーンのものとか使ってたんですよね。やっぱりね白とかね黒とかまあそれも良かったんですけど、まあ、こういうカラフルな、まあ今まで使ってたものよりはカラフルですよね。だからねもう朝からめっちゃ気分が違うし、やっぱりねこういうカラーのものっていいですねと思って、まあねなんかそういう風に思うようになってきました。もう白とか黒とかグレーばっかりだったんですよね、周りで固めてるものほとんど、まあ、全部が全部ではないんですけど、なんかねその方がスッキリ見えるかなと思って、なんか収納とかもねそういうのに統一してたんですけど、めっちゃ可愛い。まあね十分もうめちゃくちゃ使ってるんですけど、こことかもね全然ヘタ立ってなくって、まあヘタだったらまたね作り変えればいいかなっていう感じやし、まあ、もしかしたらねこことかもなんか既製品のねコムとかをペタって貼って貼ってっていうかね、こことここ貼ってこう使い変えてもいいですよね。こっちからは見えないしとか、まあ、多分黒のものとかも売ってるのかな、まあ、白のイメージなんですけど、この伸びるゴムとかね、まあ、これはねもうずっとね使えるっていうかそういうのはないと思うんですけど、もうやっぱり伸びきってくると思うんですよね。今はちょっとビヨンビヨンってなるけど、だからそういうとこもね後でこう、まあ、ここは痛むまでですよね
使うためにはなんかゴムとかこうペタペタって貼って使ってもいいんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとねこうやって狭めながらねピーンって貼ってこう止めるって感じですよね。ではねなんか使っていけると思うんですよね。まあ、私はそういう風に使っていこうかなと思って、まあ、せっかく編んだんで長くこう愛用していこうかなと思ってます。こんな感じになりました。で結局ねサイズはそうですね、ね幅は前いくらやったんかな、まあ、今回は7センチ、まあ、ここは前測ってるんだと思うんですけど、こんな感じにね10センチの大体ですよね 44.5 でここは6センチぐらいだったと思うんですよね。6センチちょっと伸びたのかな7センチぐらいかな、な感じで、だから次つけるときは1センチ縮めたいって感じでこういう風に合わせて、まあ、どうやって貼るのかゴムはピンと伸ばしてやるといいかなって思いますね。こんな感じになりました。まあね、最初黄色持ってくるとかブルー持ってくるとか、まあ、言ってましたけど、まあ、結局はここで重なってるしっていう感じでね、まあどうだったのかなっていう感じですよね。こっちに持ってきた方がもしかしたら良かったのかもしれないしっていうところなんですけど、まあそればかりはちょっとね分からないんで、こんな感じでまたピンクのねこれピンクも持ってるから、まあこれがダメになったらピンクで作ってって、まあ糸があれば、まだ残ってればしようかなって今は思ってるんですけどね。この素材がすごい良かったから。肌にね、こうあっても全然チクチクしない素材だからね、すごい良かったですね。はい。こんな感じで、まあ今回はめっちゃ時間短くなったんですけど、まあこんな感じ1段増やしましたっていう感じ。ぜひ、やってみてください。まあこの辺とかはもう適当にやってる感じなんですけど、まあいい感じで終わりましたね。こっちは特にいいかなと思いました。はい、何か参考になればと思います。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。